決まり手は突き落としで栃王山が勝ちました。栃王山が7勝7敗、千秋楽ここで勝ち越しがかかりますが、ここで栃王山が明日勝てば今度は関脇になるわけですからね。そうですね、関脇の2人が巻き越してますから、豊ノ島が敗れて6勝8敗と負け越しとなりました。まあ、若手の中でも注目される存在の逸ノ城と照ノ富士が土俵に上がります。これが高澤さん、日本人力士でこういう2人だったら ね非常に楽しみなんですけど ね。この2人は鳥取城北高校の先輩後輩なんですね。そうらしいですね。今さっきのお話では明徳義塾がちょっと最近力が落ちているというか、はい、鳥取城北の方がこう力つけてるんですかね。つけてるんじゃないですかね。あいや支援の情報、支援の情報、鳥取城北時代は照ノ富士、逸ノ城は同部屋に生活をしていたというこの2人、その2人が角界に入ってきて上位を目指しているというんですから時代も変わってきました。そういうことですね。照ノ富士の魅力はどんな点にお感じになりますか。やっぱり柔らかさじゃないですか。柔らかさ、はい、柔らかさです、まあ、そうだね。今のところはその柔らかさだけかな。徐々、にしてもそのやっぱりもういいものは持ってるんだけど、まず立ち合いが甘いんじゃないですかね。天の国にしてもそうですけどね、立ち合いで随分苦しんでますね、はい、まあそれだけプロの世界ですから、そうやすやすと、ね、まあ、その通りですね。一応開けてくれませんよね、はいはい、だここでどういうふうに相撲を変えられるかじゃないですか、ね、はい、うん、やっぱりこの突っ張りを覚えるとかですね、うん、いろんなことでこう変わってくるわけですよね、はい。ベビースターのおやつカンパニー並びにベビースターのおやつカンパニーから検証があります。あえて先場所は千秋楽に顔があって照ノ富士が勝ってるんですよね。そうですね、確かだったですね。寄り切りで勝ってるんですが、ね、2分超えるなんですね、はい、どうしてもその攻め手がないものですから相撲は長くなるんですよね、はいはい、はい、まあ、そういった面ではまだまだ両者は相撲を完全に手の内にしてない、してないと思います ね、はい、大きさと柔らかさというのかな、それで勝っているような感じですよね。素材で勝負してるんですかね、はい、まあ、ですからそれがどういうふうにこれから変わっていくかというところが非常に楽しみなんです。そうですね、まあ、素材としては大関横綱、はい、一級品ですよ、ね、はい、もらえる存在になるわけですね。ありませんの声。上手を引いた逸ノ城、最も得意とする左上手、しかしこの体勢で照ノ富士も十分に戦えます。寄り切れない逸ノ城、
動かなくなりました。これはまた長引きそうですね。長引くと思いますよ、ね、ちょっと上手を浅く持ち替えました。一枚回しですかね、石の陣は全部取り切ってないですね。取ってないですね、はい、動かない。上手は切れない。照ノ富士上手切りに行きましたが、逸ノ城の上手は切れません。かなり逸ノ城上手浅い方に取り直してますよね。取り直しますよね。出なきゃダメですよ、取ったならば。もう1分過ぎてます。優勝も決まってるからゆっくりやってもらったらいい。今日は時間もたっぷりありますね。たっぷりありますか。これを残して取りました。2分経過しました。先場所同様の力相撲になりました。先場所の2分を超えての勝負。河原に足をかけて残しています。石の陣と切り抜けは切れません。まもなく3分。あれ水入りですか。行司が止めました。水入りです。3分経過したと行司さんが足の位置を今しっかりと決めました。あったまだ慣れてませんね。慣れてないところね。行司が両者の足の位置をしっかりとまだ見つめてます、ね、はい、確認してますね。確認してますね。なまりますね。照ノ富士の方がなまってるんじゃないですかね。あの増し切りに行ってますからね。はい、まあ朝潮さんの相撲の立ちから言えば水入りはまずない。まずない。もうだいたい10秒以内の勝負ですからね。汗を拭って、まあ、下がりを落として足の位置を行司が指示しています。そして組み合ってこれでいいかどうかを各審判に確かめ合います。さあ勝負再開。これはどんな形で引き勝負がつくのか、ちょっと
処分ができませんね。まあ時間に余裕があると言ってもそろそろ決めてもらいたいですね。我慢比べですからね、このその攻め比べじゃないですから、うん、どうしても時間かかりますよね。勝負再開から間もなく1分。久々の水色の大相撲になりました。あ、ちょっと照ノ富士が上手を前の方に変えています。これがどう影響するか、引きつけて出ようとしましたが、ここで出たのが一郎を寄り切りました。取り直して30秒で勝負がつきました。先場所は寄り切って照ノ富士が勝ちましたが、今場所は寄り切って逸ノ城が勝ちました。やはり高砂さん、前半の照ノ富士の攻めといいますか、はい、回し切る動きもあったし、はい、相当力は伝わってたんですね。そうですね。それとやっぱりその力の強さっていうんですかね、自力の自分の持ってる力の強さっていうのは逸ノ城の方があるかもしれません。海外の力だとか、腕のこの握力だとかっていうのは、照ノ富士の体の方がどちらかというとそのまだ見る感じから言うと張ってないんですよね。はいはい、あの腹とか胸とかの張り具合、ただそれでは逸ノ城の方が張ってるんですよ。張ってますね、はい、確かに、ね、その辺がちょっと多少違ったかもしれません。